日本東京都台東区浅草浅草は東京都台東区の町名。または旧東京市浅草区の範囲を指す地域名である。戦争時の門前町として観光地及び繁華街となっている。また、浅草駅は東京メトロ銀座線、都営浅草線と東武伊勢崎線の浅草駅が位置しているほか、つくばエクスプレスの浅草駅とも近接している。 東京特部と北、関東を結ぶ東武鉄道の特急列車の拠点となっている。浅草寺や中見瀬通り、雷門などを中心に、東京を代表する観光地として有名である。東京都台東区のおよそ東半分を範囲とし、江戸、東京の下町を構成している地域の一つである。浅草は、下谷、本所、深川と並ぶ、東京下町の外角をなす。 概ね東京を旧市内で高台に比べ定地を多く、占める、旧区分を下町としている。そのため、旧浅草区に属する浅草地域は下町にあたる。下役との合併後も住居表示導入以前は、浅草町と旧浅草区内大半の町が浅草を干渉していた。区画ごとに住居表示実施による、町面変更を行ったため、 旧下役と旧浅草区との境目を一目で境目を判別するのは難しくなっている。現在においては、町会、警察署や消防署の管轄などで、当時の区、境や町境を継承している。江戸時代以降より繁華街の一つとして栄えてきた。関東大震災では、浅草大地の固い地盤で揺れによる被害よりも、主に火災で焼かれた後、 東京府の都市計画により道路拡張を、始め新たに、市街地化された。高度経済成長期以降は、山手線沿線の池袋、新宿、渋谷などの発展により、東京都が制定する副都心として、上野駅近辺とともに、上野、浅草副都心を形成。現在も下町情緒を感じさせる、観光の町として賑わっている。明治になり、 東京市15区の名前の一つに浅草が採用された。また、浅草寺を中心とした地区を近代的に公園化。それが日本初の都市公園の一つとされる浅草公園となった。浅草公園地を6つの区画に分けたことから、浅草公園地で最も賑わいを見せた繁華街を浅草公園ロックと呼称するようになった。 浅草地域生誕と下谷地域の境にあたるカッパ橋道具街では厨房で使用する業務用調理器具関連用品を取り扱う個性的な商店街が存在浅草地域南部には問屋街が広がっているまた浅草花屋敷は日本最古の遊園地として知られる裏浅草と称されている戦争時北の浅草地域には多くの中小の工場や 日宿以外、吉原跡には現在でも大規模な総プランド街が存在。浅草地域は様々な意味合いで下町らしさが色濃いエリアである。古代、中世628年、水古天皇の時代、この土地の漁師、日の熊浜なり、竹なり兄弟が、隅田川で観音像を網ですくい上げ、礼拝供養した。戦争時一帯は、太古の時代から、 浅草大地の美高台で、現在の松地山弁天山蔵前、鳥越神社付近などから陸地化が進んだ。隅田川の川口近くで、海の幸にも恵まれ感動も通り、やや高台でもあって災害からも避難しやすい土地だった。ため町の発展が早かった。確実な資料における浅草という地名の所見は、鎌倉幕府が編纂した、あま鏡である。 1181年の上に、鶴岡八幡宮造営のため、武蔵区に浅草の宮大工と招いたと記される。地名の由来は、台東区市遠隔編で諸説が紹介されており、草深い武蔵野で、草が浅く茂っていたからという地形描写説のほか、海を越すを意味する、厚厚さというアイヌ語説や、聖者のいる場所を意味する、アーシャクシャというチベット語説などがある。 古くから、戦争時の門前町として栄えていた。また、江戸港や品川港と並んで、武蔵国の代表的な港である浅草の港が、石浜や今津にあったとされる。また、隅田川は、江戸時代に、境目が変更される以前は、武蔵国と下佐国の境目であり、中世後期には、浅草から石浜にかけて、境目の城である石浜城が築かれていた。 江戸時代、歌川広重、猿和が町の夜。猿和課長には、江戸三座があり、劇場街として賑わった江戸時代に、浅草が発展した要因は、浅草三倉に、米蔵が設置され、札差しが登場してきたためと言われている。倉前では、日本全国から集められた侍や江戸庶民たちの、食用米、城で働く武士たちの給料としての米などを、保管していた。 いわば金蔵のようなもので、この米を守るために、大勢の警備が配置され、下級役人が暮らしていた。江戸時代、武士の給料は、米で支払われていたため、武士たちのために米を保管するだけでなく、現金にも変えてくれる札差しという商人が出てきた。札差しは預かった米から、手数料を引いて、米と現金を武士に渡していた。そして現物で手元に残った、分の米は、 小売りの米屋たちに手数料をつけて売っていた。札差しは武士と小売りの両方から手数料を取るため莫大な利益が出た。さらに儲かったお金を武士たちに利子をつけて貸していたため、札差しは大富豪が多く、合流する場として浅草は江戸文化が発展した。また両国を中心に、蔵前商人は店を構えていたので、商人や武士たちの多くが浅草周辺に集まった。 中でも浅草は、江戸で最も人が集中するところで人、物、金が集まってきた。1657年の明暦の大化の後、日本橋を市長から新吉原遊郭が移転してきた。1841年人形町の中村座の、出荷をきっかけとして、市村座、浄瑠璃の薩摩座、操り人形の有機座が消失したことから、河原崎座を含めた江戸市中の芝居小屋を、 現在の浅草六丁目一帯に集め、猿若町と名付けて、芝居町とした。札差しは、武士と共に新吉原や、歌舞伎座を借り切りし合遊したり、船遊びを楽しんだりしたと伝えられる。当時、芝居小屋や吉原に出入りしては、息を競い、合遊を行った町人を通人と呼んだ。中でも、十八代通と呼ばれた人々がおり、その多くは、 札差し連中であった。歌舞伎の演目、スケロクのモデルとも言われている大口や赤月球などが有名である。浅草の庶民文化、江戸の域にはこのような背景がある。近代明治には12階建ての両運閣が建てられ、新たに演芸場や劇場等が建ち、東京らしい文化の発信地として知られるようになった。関東大震災以降の工業界は、小畜の進出が、 本格的となり、太平洋戦争前の昭和においては、遊楽町に進出した東方と派を争った。戦後は、小畜歌劇団の本拠地である、国際劇場やロック座、フランス座などのストリップ工業で賑わった。昭和に入り、1927年12月、東京地下鉄道の浅草駅が東洋で、最初の地下鉄駅として開業。 さらに1931年5月東武鉄道が延伸して浅草上門駅も開業。戦災により一時期の繁栄の勢いが失われたが、戦後には浅草寺周辺をはじめ田原町、倉前、河ぱ橋周辺の旧浅草区の道路インフラ整備が進み、拡幅された五番の目を持つ街並みとなった。昭和初期には浅草国際通り沿いに、 森下人丹が広告塔を建設。人丹との相性で長らく親しまれたが戦後、再建した二代目も1986年に解体された。第二次世界大戦後、第二次世界大戦後も多くの人々を集め続けた。映画産業は依然として活況を呈したが、戦後の土作さに紛れて、非合法のブルーフィルムを上映する映画館も現れた。 1955年には、浅草の施設馬券場が約400軒に急増して、日本最大級の競馬の街となったが、同年、競馬法の改正に伴いの宮の規制が強化され、た叩く間に姿を消した。1974年には、合法的な場外馬け売り場が開業した。テレビの普及により1960年代前半からロックに、あった、映画館が、 次々と閉館し、それらの煽りで1970年代にはめっきり、人通りは減少した。同時期、東京特部西側の新宿、渋谷、池袋等が副都心として台頭。1967年12月、戦争時系代に展望等、ポニータワーが開業するも、客足が伸びず、結局5年で解体された。しかし平成を迎え、 隅田川花火大会や浅草サンバカーニバルなどの開催がテレビで取り上げられるようになると徐々に活気を取り戻すようになる。加えて地方から観光バスが来るようになり、また人力車などの観光ガイドなどが雷門周辺に現れるようにもなった。さらには昭和を懐かしむ高齢の観光客が増加していることや羽田空港、 成田空港の両空港と鉄道で直結されるようになったこと、つくばエクスプレスの開通効果で、マンション建設、飲食店の新規出店、雑誌や TV 番組のグルメレポートで紹介された店目当てに訪れる人々が増えたこともあって、平日でも賑わうようになってきている。そして外国人観光客は、移り変わりの激しい銀座よりも、 昔ながらの佇まいを色濃く残す浅草を東京の名所として訪れる傾向が強くなる。2000年代初頭までは複数の映画館が所在し映画館の街を保ってきた。2012年に中映が複数の映画劇場を閉鎖し、現在浅草地域に映画館は存在しない。特に2000年代以降、 東京特部東部の映画館事情は大きな動きを見せ、墨田区の禁止、江東区の牙及びとよすで、シネマコンプレックスタイプの映画館が新設された。2017年11月4日には、上野に東方シネマズが、グランドオープンするなど、映画館の街、浅草は、過去の話になっている。浅草1丁目から7丁目まで設けられている。戦争時を囲んだ。 観光の町及び中小工場の町である。郵便番号は111-0032。浅草地域東部に位置し、墨田区との区境にあたる。河川、河境2020年12月1日時点の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。行政公園墨田公園内で行われた。 浅草やぶさめ教育観光丸ごと日本店舗、鉄道バス道路、ありがとうございます。